お、なんだなんだ、なんか音楽聞こえてきた。なになになに、はいはい、どうもコウマです。今日もゼルダの伝説実況続きやっていきましょう。今回やっと最後の神獣のところに、行こうかなと思ってるんですけど、最後ちょっとその前に前に買った果ての村のマイホーム、中身がね空っぽなんで、ちょっとなんか家具とか少し、お金出して買いたいなと思って、このあのハゲオカマのところに来ていました。ということで、ちょっと作ってくんない？作ってほしい。まず家具だな。ベッド、照明、ドア。まあ照明からじゃない、やっぱり。おしゃれは光だよ、光。100ルピー、出せます。前払いで、あいよ。よし、オッケー。ピンクだな。すげえな。さてと、腕が鳴るわ。おーい。カツラだ。行くわよ。このアングル。了解っす。すげえ、桜田さんこんななよなよしてんのに仕事の時はいい声出すね。我ながら完璧、私が欲しいぐらいだわ。ちょっと見せてもらうよ。じゃあ、お、もう早速でもここにまずランタンがついて、中は、おーおー、いいね。やっぱりあれだよね、光がつくだけで、明かりが灯るだけで、ちょっと明るい。雰囲気的にもね、だいぶ変わってくるよね。じゃあちょっとこの外交？外見をちょっと変えたいな。外交どうしようかしら。あ、表札いいね。リンクって。ヘクルピー。はい、お願いします。また同じ演出。あ、同じだ。こちらだ。あなたの中の男を見せて。微妙にセリフが違うのがまたキモいな。表札でしょ。そんなに気合いいるかい。どれ？ん？あ、これ？リンクのお家。おう、シンプルだけど、いいね。やっぱり、あと、お花畑欲しいな。外交で、お花畑欲しい。っていうか、外のあの壁紙変えたいんだけどな。そういうの変えれないのかな。カツラだ、けだものよ。仕事のけだものになって。そんな表現ってあるの？仕事のけだものって表現あるの？最後あたりけだもの感あるね、ちょっとね。おお、ん？花畑かい？これ。我ながらなかなかの力作よ。見てらっしゃいな。花畑。まあ、白だけか。なんかもうちょっとね、青とか赤とかあると思ったけど。せっかくだからもっと色つけよう。作ってほしい。じゃあ、あと外交の、木を植えたい。カツラだ。客を見せる前に私を見せて。いっす。カツラだ、軽いな。特にカツラだも気の利いた返しをするでもなく。了解っす。とか。あ、木が植わってたね。ありがとう。おー。
いいね。ちょっとにぎわってきた感じ。あと家の中だな。家具。ベッド。いいね。ベッド作ってもらおう。桜田コム店社訓。ペンキは七色。気分は晴れ色。そんな社訓なんだ。よし。ベッドと一緒に、もう一個なんだっけ？家具。ドアか。これも作ってから見に行こうかな。あ、また社訓だ。桜田工務店社訓。ノコギリは引いてダメなら。押してもダメよ。結局ダメなんじゃん。その社訓から何を学べばいいの？いい感じよ。よかったら見てきて。おう、見てくる。お、ドアがついた。そして、ベッドか？ベッドどこ？あ、あった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 。おう、いいね。早速寝てみようか。朝まで。でもまだなんか、家の中がちょっと寂しいよね。もうちょいなんか置けないのこれ。ほら、テーブルとかさ。まだ置けないのかね。あと何作れんだっけ、あとは、あ、装備品スタンド。あ、なるほどね。武器スタンドもない？あれ？もう今なんか鉄のハンマー飾ってあるけど、あれはまた別なのか。よろしく。このアングルだけで笑うわ。桜田工務店社訓、金槌トンカン。陽気なリズムで。社訓じゃないよな、それ。ああ、どうだい？ん？これが？あ、これは武器スタンドか。通る。そっかそっか、装備してるものを飾れんだよ。じゃあ、メテオロット飾ってみようか。飾る。めっちゃ燃えそうだけど大丈夫。次来たらもう家が全焼になってるとかやめてね。これは何？あ、弓。いいんじゃない？これね、これは盾か。盾何装備してる？ガーディアンガード。あ、いいじゃん。ガーディアンガード装備。飾ってみよう。すげえ！めっちゃ光ってる。さあ、じゃあ、気を取り直して、最後の神獣。これか。4体の神獣を解放せよ。最後、ゲルド族ウルボザが操った神獣バーナボリス。これ。場所はここです。で、一番近いのは、ここかな？タバンタ大橋馬宿から行けばいいかな？あ、ここ海鮮祠か。こっちからも行けそうな気がするけど、なんか多分山があるでしょ、ここ。山と海があった気がするから、こっちから行こう。タバンタ大橋馬宿。おい、こっから見ると、こっちか。ん？こっち向き？こっち向きって、馬だと馬で行けんのか？え？ちょっとわかんねえけど、とりあえず連れ出してみようか、今。
さあ、どこまで行けるかわからんけど、ちょっと行ってみようか。ん？どっちから行くんだ？そっちから行くのか？街道沿いに出るのかな？ああ、続いてるっぽいな。ただ、このまままっすぐ街道沿い行っちゃうと、あ、なんか人がいる。これは？いや、もう明らかにモブだよね。明らかに、イーガダンだよね。これはなんて書いてあるの？防寒に注意。この辺りで旅人が襲われる事案が増えています。夜間の一人歩きは大変危険です。この先のタバント大橋馬宿をご利用ください。絶対お前だろ。絶対お前やろ。絶対お前だよね。すいません。ケルド砂漠ってどっちに行けばいいかご存知ですか？俺も知らないんですけど。多分そっちの方だと思います。知ってる。よかった。道に迷って困ってたんです。でも親切なあなたに会えてよかった。おまけにいい名言ができそうです。それはあなたの首です。お命頂戴します。はい。かかってこい。待て。ブキブキ。いいか。騎士の剣で。ほい。ラッシュとか入れて。お、来るか。分かった。さあ、距離取ってあげるから、ラッシュ。はい！あ、全然ダメじゃん。くそ！タイミング難しいな。あ、また失敗した。OK！ くそ。かっこ悪い倒し方になっちゃったな。多分ね、こっちだと思うんすけど、いけんのかな？なんか、橋とか通んないといけなかったりする？もしかして。ちょっと上から、見てみようか。さあ、で。なんかあるぞ。あの、キノコ岩の上になんかあるぞ。なんだあれ。絶対谷があるよね。なんだなんだ、なんか音楽聞こえてきた。なになになに、え、なになに、え、なになに、え、なになに、これってカシーワか誰かがなんか弾いてんじゃないの？あの、パイプオルガン的な、違う、アコーディオン的な。ちょっと上行ってみよう。うよ。あ、やっぱほら。そうだよね。赤い月の夜、カシーワ。おやすみません。耳障りでしたか？おお、あなたはよくこんなところまで登ってこられましたね。実はこの土地にも、も？試練を乗り越えた勇者の古の歌が伝わっているのですよ。いかがですか？この土地に伝わる古の歌お聞きになりますか？なんか馬宿で聞くのとちょっと違いそうだよね。ちょっと聞いてみようか。ありがとうございます。それではお聞きください。魔物生まれいでし赤い月の夜。うん。ミニシエの勇者もまた生まれいでし姿となれ。その身にて題材に立てば試練は目覚める。赤い月の夜に？防具全部外してあそこの題材に立てってこと？だよね、きっとね。時折訪れる赤い月の夜、あの夜に何が起こるのでしょうか。ではあなたの旅路に光がありますように。あ、やってみたいな。
赤い月の夜にするには一番いいのって焚き火か。焚き火、薪はいっぱいある。置いて、で、はい。で、はい。夜まで。ちょっとわかんないな。前回いつだったっけ？おー、まだか。てか火消えちゃったよ。とか、柏はいつまで引いてるのそれ。すげえな。違うよね。まだ、だよね。赤い月じゃないもんな。てか月がそもそも見えないけど。え？もう一回。夜まで。これで？次の日の夜だよね。一日経ってるよね、きっとね。月が見えない。まだ時間的に早いのかな？ちょっと、この場所だけ、スタンプ、押しとこうか。嬉しいなぁ。いや、まあ、それとりあえずいいとして、やっぱりこっから向こうって、ん？山だよね。山があるな。これはどう抜けるかというと、一応下にも道はあるはあるんだなぁ。やっぱさっきイーガ団と会ったところ、あそこから行けそうな気がするなぁ。よし。こっちだよね。街道がないんだよな、ここな。これはどう行けるのかな。こっちは無理でしょう。こっちなんか登山道とかあるのかな。こっから奥まで行けるかっぽいな。でもあれなんか、ボコブリンのお家。あっ！びっくりしたー。ここ行けない？あ、ダメだ。ちょっと待ってて。え、何？大丈夫？滑り落ちた。